どうも、哲学とです。今回はね、よくまあ視聴者さんからなんかディアブロ3がなんか最近楽しめないんですけどっていう話を聞いてて、よくよく聞いてみると、まあなんかね、その、フレンドさんと、なんかにランキングは抜かれて、なんか、悲しいとかね、まあフレンドさんが自分よりもいい、装備を引いてて、なんかやるせない気持ちになってるとかっていう話を聞くんで、まあなんかね、一つ私はディアブロ3、まあ結構長くやってるんで、まああるあるだなとは思っているんですけども、やっぱね、人と比較し始めるとこのゲームって途端になんかね、つまらなくなってくるんですよね。そのランキングとかあるから、もちろんね、他人と競争するっていう要素はあるんだけど、まあ私の場合ランキングにしても、なんていうのかな、自己タイムの更新っていう意味合いで考えていて、その、まあ100位以内キープしたいなとか、それぐらいの緩い感じのね、比較はするけど、あんまりその、なんていうのかな、そこに重きを置いてないっていうか、まあそれも価値観ですよ。だから、結局、何が何でもそのランキングの1位になりたいっていう人からすると、まあね、その、楽しくなくても、まあ、とにかくやるしかないっていうか、なんかそういう義務みたいな感じになってくると思うんだけど、なんかそもそもそういう、ね、普段縛られてる義務とか、そういうものから自由になりたくてゲームをやるのに、そこでなんかまあ記録のためとかね、そういう感じになってくると、マジで、ギスギスしてくるし、まあ、基本私はあんまりその、なんか、マウントティングの問題とかもあるし、よくまあ、うちのチャンネルとかでもそういう人ってたまにいるんだけど、まあ、基本なんかこう、まあ、いいもの拾ったとか、まあ、自分はこれ、ぐらいレベル上げたとか、そういうのをまあ言いたくなる人ってね、いるし、全然私はそれ書き込んでくれたら、あ、おめでとうございますって普通に素直に言うんだけど、なんだろうな、なんだろう、承認欲求みたいなのがあるのかもしれないけど、まあ、でもね、基本私はゲームは、その体験を通して得られるものの方が大事なんで、まあ、比較すると途端につまらなくなるっていうことが最初から分かってるので比較しないっていう感じですかね。まあもちろんその自分の、なんていうのかな、レベル上げる前とレベル上げた後で記録が下がってたらさすがにそこはね、レベル上げたのになんでこの記録なんだろうとかは思うんだけど、基本なんていうか過去の自分との比較なんで、あんまり人と比べないっていうのかな。てかまあ人と比べるとね、ほんと、まあギスギスするのがまあこの世の中だし、まあ私実はまあメインチャンネルとかって、まあ結構そっちから流れてくる人ってあんまりいないんで、安心はしてるんですけど、まあ登録者も3万人超えていて、ゲームチャンネルももう一つある方は6000人超えてるので、なんていうのかな、なんか、すごいさ、なんかゲーム実況界隈でもさ、俺は500人だとかさ、俺は1000人だとか、1万人だとか10万人だとかっていうさ、なんかそういうマウンティング争いみたいなのあるんだ。だけど、まあ正直ね、だからどうなのっていうところもあるし、なんかどっちかっていうと YouTube からまあお金をもらって、てかまあ広告費をもらって、少しまあ、なんていうかゆとりが出たらいいよねとか。まあなんかちょっと美味しいもんでも食べに行けたらいいよねぐらいの感じなんですよね。だから特にそこの登録者帯とかはこだわってないわけですよね。まあ再生数とかそういうところはね、多分気になる人もいると思うんだけど、まあそこは特に気にしてないところがあって、まあ、このサブチャンネルっていうかまあゲームチャンネルはあくまでも私が好きなゲームを紹介してその魅力を伝えるっていうコンセプトでやってるんで、だから特に登録者もそこから伸ばそうとしていなかったので、
まあ、ありがたいことにね、結構、ディアブロ関連の動画を見てくださる方が増えてきたんで、嬉しいんですけども、まあ、ね、それと同じように、あまりその、ディアブロも、人と比較しちゃうと本当つまらなくなるというか、その瞬間から楽しめなくなると私は思ってて、自分自身がね、そうだ、そういうタイプだから。なので、まあ比較しないというか、自分なりの目標があって、それが達成できればいいなぁ。まあ今期だったらイシリアル撮りたいなとか、あと、まあイシリアル、まあ前回ね、150をクリアするのに、まあ、レベル3800ぐらいまでかかった。まあ、結構私はかかった方だと思うんですよね。まあ、終盤に GR150 の記録を狙おうと思ってたんで、レベル上げに時間を使ってたっていうのもあるんですけど、まあ、決して早い方ではなくて、で、今回も別にね、そのすごい超低レベル縛りプレイで150クリアしたわけじゃないんですけど、まあそこなんかはね、その、すごく気にする人はすごく気にするし、なんか、ノーカルデさんで行く方がいいとかさ。ね、まあそうそうそう、私はカルデさんかけて、レベルも上げて、そこそこ楽、なるべく楽にクリアした方がいいですよっていうスタンスで動画作ってるんで、まあそうするとね、ノーカルデさんでも150いけますよ、みたいなこと言われるんだけど、まあ、いける人はそれでいい。たらいいし、そういうこだわりでやってる人はそのこだわりでやったらいいと思うんですよね。だからまあ楽しみ方って人それぞれだし、まあ最終目標地点もさ、人によって違ってもいいわけですよ。私なんか本当にまああんまり時間のないシーズンなんかは、シーズンジャーニー全部埋めて最後のペットが取れたらそれで終わりとかっていうシーズンも普通にあったんで、なんていうのかな。それがまあ、その時のディアブロ3との私の付き合い方だったっていうだけで、その、毎回それは変わっていくし、まあ今後も私はね、ディアブロ3、まあ4が出るかどうかわかんないんですけど、との付き合い方ってそんな感じだと思うんですよね。だから、特にすごい記録を狙ったりはしていないので、まあ他人とあまり比較することもないし、まあ、ね、勝ちたいとか、あるんでしょうけど、まあいい年したおっさんがね、あんまりその他人とどうこうっていうので比較するっていうのもなんか心に余裕がない感じがして嫌なのかもしれないですけど、まあね、逆にまあいい年のしたおっさんが他人に負けたくないと思えるっていうの、逆にそれはそれでね、その純粋さが羨ましくもあったりはするんだけど、まあ、でも私は嫌だな。なんか、比較してっていうか、なんか、なるべくその、自分しかできない領域っていうものを作って、その中でまあ、生き残ってきた人間なんで、その、他人と比較されたくないから、まあ自分にしかできない仕事とか、そういうものを築いてきた人間なんで、まあ特に、まあゲームに関してもね、自分がやりたい方法とか、あとまあ快適だった方法とか、そういうのをまとめてるだけなんで、もう、なんていうのかな。これが最適解だとか、これが最善の方法だとか、そういうのをまあ伝える趣旨でそもそもこのチャンネルやってないので、もちろんね、知識として、その、基礎的なことはね、お伝えしてるつもりなんですけども、まあそれ以外のね、非常にプレイングに関わる部分とか、そこはね、私の単純に、私はこうしてるよっていう道へに過ぎないので、まあぜひね、そういう形でまあ見ていただいたらな、いいんじゃないかなと思います。もう本当に最適解でもなければ、最善の策でもないので、まあね、そういう意味でもまあ人と比較してないわけなんですけども、まあね、どうしてもこのゲーム、人と比較すると途端につまらなくなりますので。まあなんかつまんないなと思ってたら、なんか、まあゲームそのものに飽きるってこともあるだろうけど、そうじゃないのになんか最近やる気しないんだよなって思ってる方は、なんかそこら辺のね、他人と比較しちゃう病が発動してないかってこともちょっと考えてみた方がいいかもしれない
いなと、思います。まあ、この話でね、誰かこう、救われる人がいればいいかなと思ってますので、まあ、今後もね、動画の方よろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。